皆さんこんにちは、吉丸でございます。2019年9月の20日金曜日になりました。まずですね、昨日動画を1本上げた後に市村プロデューサーより朝起きたらね、ツイートがありましたね。星ドラの情報はって思っている皆さん、もう少しお待ちください。4周年打ち合わせで5時間激論してました。やり込み要素を多めに調整。これに関しては後ほど触れたいと思います。はい、それから星ドラ公式ツイッターの方からは、500万クリア達成ということで1000ジェムがプレゼントされます。6時から順次、お手紙で来るのかな、はい、だと思うんですけれどもね。はい、こちら1000ジェム受け取りましょう。基本的にはそんなところで、なんと公式ツイッターよりですね、4周年のお知らせ第1弾のプチ情報というのが出ておりますので、それについて触れたいと思います。ではゲーム画面に戻ります。はい、ということでですね、早々にこちらの画面を、お見せしたいと思いますが、こちら、星のドラゴンクエスト公式動画よりですね、キャプチャー撮らせていただいております。まあ盛りだくさんというわけではないんですけれども、今回はちょい出し動画ということで、来週改めて4周年の、動画がアップされるということです。そして、ギガ生誕祭の歩き方動画とかたくさん、出ておりますので、まずは公式動画の方をチェックしてください。でまずは一番は、こちらかな。1弾10連1日1回無料星51枠確定のギガ生誕祭セレクションというね、ロートガイア光装備王者装備が、王者の剣ですね、入っておりますけれども、2日間同日21日22日とこちらがもう明日から引けちゃうよということです。でまあ昨日動画でね、基本的に雑談をお話ししているんで、聞いていない人は そちら聞いてください。まあだいたい思った通りだったというか、まあ一旦は今日ねお知らせ一段上がったけど、やっぱりちょっと待ってくれということでしたね。でこの動画もちょい出しとして、まず第1弾がもう明日から始まっちゃうから、急遽撮った的な、なんか動画になっていたんで、そもそもロードマップはやっぱり決まっていたんだと思うんですよね、去年の流れだと。ただまあやっぱりちょっと盛り返していきたいっていうようなことだと思いますので、まあ市村プロデューサー、先ほどのツイッターね、5時間の激論ということ、かなり協議されているんだと思います。これから星ドラどうしていくか、まあやり込み要素というところでね、本当にこれがこけるのかうまくいくのかっていうところで、もう星ドラの明暗は分かれると思います。今までの感覚とは違った方向性で、星ドラを改めて見直して、そうですね、さらにまあユーザーが納得するような形でぜひ着地してほしいなっていうところですね。でこちら第2弾第3弾第4弾とあると思いますので、まあ来週の動画を、チェックしてみましょうということは、多分28日かな、まあやっぱ10月直前という感じですね。ちゃんと4周年イベントの詳細が出るのは、まあこれ1枠確定っていうのも対象が1枠確定というわけではないので、はい、だからまあ爆死の可能性もあるんですけど、まあ無料で10連引けるっていうことは、途中引かればチャンスもあるんで、まあないよりは全然いいと思います。でこんなもんじゃ終わりませんので、という僕がこんなこと言うのもおかしいですけれども、まあちょい出しという今回ね、最初に文科省が言っていた通りで、まあ4周年盛り上げるためにもっともっと目玉は隠されていると思います。まあアンケートガチャに関しては分かんなくなっちゃいましたね。まあいろいろと本当に激論を交わしているということで、どっちの方向性か分かんないんですよね。やっぱりアンケートガチャの方向性はちょっとやりすぎなのか、っていう方なのか、やっぱりいやもうそれ以上のことをもっとやろうという激論なのかっていうところがちょっと読めない。ただグレードって下がるのはやっぱりおかしい。どん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 去年よりいいもの、去年よりいいもの上がっていかないとおかしいと思いません。ということでですね、まあアンケートガチャもしくはアンケート以上、アンケートガチャ以上のものは、期待したいかなというところが、本音ですね。はい、まあ来週
4周年記念また動画出るということなので、待ちましょう。うん、まあ昨日言った通りですね。はい、焦らずに今運営さんがいろいろと考えていると思いますので、はい、そういうことだと思います。で次、ですね、こちらがですね、ステージのなんか時間割というかね、うん、イベントの詳細になっておりますが、新情報は基本的に4時半からですね。で今だから言える開発裏話ステージっていうのは初なので、これがちょっと気になりますよね。うん、まあ開発の裏話っていうか知ってるのは、要はその Google Earth みたいなシステムができたから、あの市村プロデューサーが星ドラ、あそこに星ドラっていうか、まあ当時は星ドラがなくてドラゴンクエストの世界観を入れてなんかできないかっていうのを堀井さんに、ね、相談したと。そしたら、まあ、堀井さんが面白そうだねということで星ドラが誕生したみたいなような話は、まあ、聞いたことがあるんで、まあその辺プラスそのまあ僕はちょっとバトルシステム的なところを聞きたいですけどね。まあ要はリアルタイムバトルでも良かったかなって気はするんですけれども、そこはねあえて単性っていうかね、まあそれも先日お話ししておりますけれども、まあ、CT 管理しながらなんだけれども、攻撃っていうのは敵か、1P、2P、3P、4P、1人ずつのターンで攻撃していくので、なのでその辺のなんかバトル話というか、他にもその案というかあるんであればちょっと聞いてみたいなと思いますね。うん、まあなんかこのタイミングでの開発裏話っていうのがちょっと気になりますね。で、金平さんの即興お絵かきステージってなんじゃって思う人いるかもしれないですけど、僕星ドラ始めたきっかけは金平さんといっても過言ではないですから、まあ、金平さん知らない人はね、なんじゃって感じですけど、まあ、イラストレーターで一番最初のスタンプですね、マルチの、まあ、最近はね、金平さんデザインではないんですけど、僕はもう、だから一番最初のスタンプです。はい。このよろしくお願いしますとか、ピューピューピューとか、このイラストが統一されてるでしょ、この辺ね。これは金平さんがデザインした、スタンプです。なんだっけ、うさぎさんのさ、キャラクターですね。あ、ちょっと名前が出てこない。なんでや。うん。有名な、本当に今、LINE でね、スタンプで、有名になられたのかな。まあ、僕は金平さんのイラストがもともと好きで、で星ドラを一回やめたことあるんですね、一時期。その時にやっぱりちょっと金平さんのスタンプが好き、デザイン可愛いんですよね、すごくね。うん、まあ再開するきっかけというのはまたちょっと違うんですけれども、まあ最初に星ドラやろうかな、こんなのアプリで出たんだって、地球儀なんか、まあ、もっと本当はね、ここのブルリア星を旅できると思ったんですけどね、僕は自分で。なんか歩くまで行かなくても、まあでもね、ドラクエウォークも一応紙芝居形式でストーリー進んでいってしまう部分はありますけど、まあなんかもっとここの中を、冒険できるのかなっていうイメージは最初ちょっとありました。はい。それプラス、まあ金平さんのスタンプがあるっていうことで、星ドラ始めたんで、本当に金平さんのスタンプがなければ、もしかしたら僕星ドラ動画やっていないという可能性もあるんで、これは、僕はちょっとどんなイベントになるのか楽しみ。だけど、ちょっと金平さんを知らないければ、ちょっとはてなっていうようなステージになってしまうのかもしれない。だから15分間だけですもんね。うん。いいな、羨ましいな。金平さんステージ上がるのかな。顔出し多分 NG の方だと思いますので、どういう形で参加されるのか、なんか着ぐるみかなんか着るのかな、ちょっと気になりますね。はい。基本的に後の情報は公式動画を見てください。はい。デスクトップパソコンのシードラが吹っ飛んじゃいまして、今サブの MacBook Air でですね、まあ OS は Windows 入れてるんですけど、ブートキャンプでですね、仮で、実は昨日の動画もそうなんですけれども作っております。なのでかなり低画質で出力してるんで、画質に関してちょっとね、デスクトップのパソコン買い替えるか、また結構これでね、機材投資っていうかお金かかってしまうんですけれども、そうですね、まあハードディスクを交換するか今迷っているんですが、ちょっと復活するまではかなり低画質で
YouTube 動画アップするかと思います。まあ、小さい画面でね見ている限りっていうか、大画面にしなければあまり問題はないかなと思うんですけれども、1280ですね、の幅で書き出しをしないとちょっときついんですよね。なのでしばらく低画質モードで、まあ、動画を作るかと思います。はい、そんな感じですかね。では取り急ぎですね、ツイッターが更新されているみたいですね。ちょっと、お待ちください。はい、まず YouTube 公式チャンネル、こちらですね。はい、先ほどキャプチャー撮らせていただいたものになりますので、ぜひチェックしてください。そしてメタスラフェスティバル、1日1回無料炊き出しがある、ガチャが来るということと、これが先ほど言った4周年第1弾です。あ、分かれてくるのかな、別々、ん、1人5回プレミアムか、これプレミアムが来てますね。あ、なんか全部プレミアムで来てんだ、別々で。ガイアと、王者光がプレミアムで来るということです。でこれとは別に、10連無料が引けるってことですかね。21日22日ということですかね。はい、まあ、この後もまた時間差でツイッターからお知らせ上がる可能性があるので、ぜひチェックしていただけたらと思います。はい、こちらですね、星ドラギガ生誕祭セレクション第1弾ということで、はやぶさと賢者杖も入ってますね。こちらがまた、プレミアムと別で来るということです。基本的に4周年来るんで、ジェムは温存して、何が来るのか分かんないですけどね。ルビスと黄金竜ないのをかぶしてくる説もあるし、そうですね、成人の、新装備を出してくる説もあるし、それとはまた別の新武器というか、新防具、新何か、新しいものっていう可能性もありますし、それとは別にさらに錬金とか覚醒っていうのも来るので、とにかく装備的なもの、ガチャ的なものは結構来るんだと思います。で、プラスアルファ、プレゼント系ですね。アンケートガチャなのか、他のもっと目玉の何かガチャが来るのか、プレゼントガチャ系皆さんね、楽しみにされていると思いますので、ちょっと期待してみましょう。では、この辺で終わりたいと思います。よしまるでした。さようなら。Thank you.